どうも、ブヒケンです。本日は金曜日、今日は朝からすごくいい天気で、クーちゃんもめちゃめちゃ歩きました。さて、昨日の続きですね。ちょっと腰が痛いんだ。どう？大丈夫だね。まあそりゃそうだ大丈夫だ。何年後かは分かんないですよ。この接着剤がね、接着剤っていうかが、ここがねポキンって取れちゃう可能性もある。 100% 大丈夫ですとは言えないもん、こんなの。でも今のところはね大丈夫。何年かは持つでしょうよ願わくばずっと持っててくれるといいけど、まあ別にハイドロ入ってるような車じゃないんでね、なんかこんなショックが来るわけではないと思うので大丈夫だと思うけどね。よし、さてこれはいいじゃんね。で裏はもう足付けしたから、表後でやるけど、さてこっちですよ。なんとかちょっとこのボルトをここへこうくっつけるんだけど、角度がねまっすぐじゃないのよね。まっすぐじゃないの、こうなってついてるのよ。そうなんで、あら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 、この頭をちょっとちーっと削ってあげて、こういう感じにね、ちょっとね、ほんとはこう、ほら普通にただ乗っけるとこうなっちゃうんですよ。でこれだと角度もここと全然違うので、こうなんないとなんないのね。なんでちーっと頭削ってやって、こうなるようにして、ほんで接着しますわ。ちょっと削ってきます。さてではこれをちょっと斜めに削っていきますね。映ってるかどうかわかんないけど、はい、持ってきました。もうちょっと削んなきゃダメかな。あーでもこんなもんだな、こんなもんですね。ここにこう、こことね、これがね直角になるぐらいなんですよ。ほらこことここがね、なんでまあ多少はね違ってもなんとかなるんだけど、なるべくなるべくこうだな。こうやって見ると分かるけど、もう気持ちこういきたいよね。もうちょい削ろう。とりあえずくっつけてみた。多分同じ位置でいってると思うんだけどな、まあ、若干狂ってもいいんだけど、なんとかなるんだけど。よし、ちょっとこれは置いときましょう。でちょっとね、その間に足付けやっちゃいましょうか。よし、はい、頑張っております。こっちは終わりました。あの破損がない方ね、まあちょっと裏はまだやってないですけどね、裏はもっと細かくやんなきゃなんないので。結局ね、昨日も言ったと思うんだけど、外さないで塗られてるもんで、裏の方は足付けなしで塗られてるんですよね。だもんでこうやって塗料がパリパリ剥がれてるところがあるんだけど、まあこうやってくっつくからさ、見えないって言えば見えないんだけど、まあこんなのって覗いたりしないからね多分それでもやっぱね、なるべくちょっとねやっております。頑張って。すいません、ちょっと作業は今中断してました。オーナー様が今ちょっとね、わざわざあの地元から来てくれたんですけどね、すごい時間をかけて来てくれて、いろいろまあ見て喜んでくれてたんですけどね。クロームに出してほしいというのがまず決まりまして、これを2つと、トランクの後ろのアンチモニーの部分、それと屋根の革が決まりましたね。これですね。なんでちょっと今から、内装屋さんに電話して革が決まりましたっていうのと、クローム屋さんに電話して来てください。それとちょっと気を使ってくれて、
作業工賃の方をねちょっとね、あ、僕請求してないんですけど、オーナー様の方から気を使っていただいてね、いただけました。いやーちょっと助かる、ほんと助かるよめちゃめちゃ助かります。嬉しいです。うん、なんとかなるな、これでいろいろ。そんな感じでちょっとね、また作業を頑張らせていただき、まだちょっと1ヶ月ぐらいかかると思うので、それも伝えまして、まあでもね、いい感じまで今行ってるのでね、うん、いやーちょっと ありがたい本当になんせ貧乏でさそんな感じで、ほんでちょっとね、オーナー様と今、まあ、あのいろんな他の話もしてたんですけど、まあちょっと僕ほら手術とかするじゃないですか、これから、うん、で怖いですよなんつって言ってたら、まあいろいろお話をしてね、あのほら手術の時にさ、まあちょっと下世話、変な話だけど、ほらあのあれ入れるじゃないですか、 尿道カテーテルっていうの、それはね、僕が結構仲間内とかにも手術したやついて、いろんな人に聞いたんですけど、ほとんどのやつがそれを抜くときすげえ痛いよって言うんですよ。で俺それも嫌だなっつって言ってたら、言わないでくれって言ったっかな、いいんだっかな、言ってもオーナー様もやったことあるらしいんだけど、オーナー様は痛くなかったらしいんですよ、それ抜くときに。で、いや俺いろんな人に聞いたけどみんな痛いって言ってましたよって言ったら、いやいや痛いどころかもう最高の快感だっておっしゃるですよね。いやどっちなんだろうね抜くとき気持ちいいのかみんな痛いって言うけどな、経験した人いたらね教えてくれます、痛かったですか、気持ちよかったですかこのオーナー様は気持ちよかったっつって言ってたけどな、どっちなんだろう。でちょっと差し入れもすごいいろいろいただいてしまいまして、もういやー嬉しいな、どら焼きとかいただいちゃってありがとうございます。鼻くしカステラと一緒にいただこう、いや本当ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。じゃあいいよ、こっちもね、もうちょい、この角ね、やっといた。パリパリ剥がれてくんだ、ここの足付けされてなかったとか。で、これは置いといて、こっちはもう乾いたからいいな。こっちはどう？一応朝くっつけたけど。よいしょ。ああ、大丈夫じゃん。お、いいね。ちゃんとしたとこについたね。よし。これだったらいいだろう。ちょっとまだ力加えるのやめとこうか足付けだけしてサフ入れちゃおうかなね。オッケー、こっち側がね左側、よいしょ、こっち側が左側、こっちね、でこっちが右で、ちょっとこれ脱脂して汁入れちゃおうか、色じゃねえ、サフ入れちゃおうか。よし、ちょっと気になってたんですけど、この左側のこのボディにつくところ、こっち3箇所ともへしゃげてんだけど、なんで、ほらほら3枚とも左側、こっち側だよね、なんでやろう、こっち側は全然なのにな。ああ、でもちょっと歪んでるか。まあいいか。できれば一緒にね、サフ入れちゃいたいけど、こっちパーって乾いてないね。全然。そうだ、俺もう一個見つけたんだ。これ。これね、ケツのとこにこうつくんだけど、よいしょ。これ鉄なんだよな。これも色入れなきゃなんないから、これも足付けして、よっ、サフ。もう後ろのクリップは、つけたまんまにしとくか。なくしちゃうと嫌だからな。ちょっとこれもね、足付けちゃちゃっとやって、一緒にサフ入れちゃいます。
なんかここもただ塗られてるだけだな。この剥がれ方でわかるよね、なんとなくね。普通に上からさらって色入れてあるだけだ。ほらほら、簡単に剥がれてくるでしょ。まあこんなところいいんだろうね、別に。ほら簡単に剥がれていっちゃう、向こう撫でるだけで。オーナー様、いろいろ気を使っていただいて本当ありがとうございます。いろいろ嬉しいです。もう本当ね、生きていくのに精一杯でね。困ってたとこです。差し入れも嬉しいな。ちょっと3時の休憩の時にいただこう。あとね、視聴者様、このオーナー様めちゃめちゃ面白い人で、いや、ちゃんとした大人の方なんですよ。大人の不良の方なんですけど、めちゃめちゃ話してて面白いんですよ。まあ話が合うのかな。めちゃめちゃ面白い。オーナー様に会うの楽しみだよ。いいよね、こういう大人の冗談話がね、ちゃんと通用するっていうか、楽しく会話ができる大人の方っていうのはなかなかね。ああ、もっと近くに住んでたらなぁ。おい、それと遊びに行けるような距離じゃないもんでね。財布も何も入ってませんよ、これ。どうでもいいけど。地肌の上に塗ってあるだけだよ、おい。ほんじゃ、こっちは錆止め入れてからじゃないとダメだなぁ。マジか。ほら。はい、終わりました。こことね、ここにサビがあったからね、それはちょっと引っぺがしといた。よーし、ちょっとこれサビ止めを入れて、ここ分かります？映ってるかな。地肌にもう直接塗料が入ってるんですよ。なんで地肌が出ちゃったので、サビ止め全体に入れて、んで、サフを入れて、成形ってやっていきますね。なんでここだけ鉄なんだよ。よし。OK。ちょっとこれで乾燥させて、乾いたら、サビ止め入れていきますね。はい、サビ止め入れました。もうめんどくさいから全体に入れておきました。よし、でこっちは乾くのを待てばいいと。じゃあこっちのサフを入れていきましょうか。こっちはね、プラパーツなんで、また硬化剤を変えてやります。 OK。 さあ乾燥を待ちましょう。サビ止めいい感じで乾いてくね、いい天気だから。でも念のためね、ちょっと1日置きます。1日置いて、1日置かなくてもいいか。ちょっとね、夕方になったら足付けしてね、サフ入れちゃおうか。ほいじゃあ、今日は風もなくていい天気なので、よし、じゃあガンのお掃除をします。オーナー様、早速いただきます。ドラ焼き、うめ。クリームも入ってる。うまいなこれ。
幸せ。ドラえもんの気持ちがわかりますね。一応乾いたには乾いたけどね、ちょっと一晩置きましょう。やっぱりまあここまで来たら焦る必要もないでしょうね。いつも言ってるように本当はね、錆止めできれば一晩置きたいんですよね。大丈夫なんだけどね、まあ念のためね。うん、であとはこっちが乾いてくんねえとな。こんな薄漬けしたとこでもあれだもんな。こんな薄くても乾いてないんだよ。笑っちゃうね。まあちょっと待ちましょうか。